はい、速稼塾の久保です。前回ですね、 GoTo アホかと、金配れみたいなね、菅総理のこのサムネイルでお届けした動画なんですけども、やっとねコメントの返信ができるような体制が整いましたんで、皆さんのコメントを読みながら返信をさせていただきます。それではいつものようにね、画面切り替えますんで、皆さんの怒りをねオラオラにぶつけていただきたいと思います。それではよろしいですかね。はい、では始まります。一番上、まさきさん、毎月10万円は現状厳しい、難しいけれど、まあ決まればずいぶん楽になるよ。そうですね、決まってほしいですよね。ちょっとね麻生さんがまたダダこねたんで難しいと思いますけども。ケースさん、今困ってる人お助けきらん政治家はその部署におる必要はない、さっさと辞めてしまって高い給料をもらえる価値はないやろ、人間として情けないと思わんかね、日本人の恥さらしだ。本当ですね、もう日本人として恥ずかしい、これは、ね、切腹もんですよ。まこさん、GoTo やめたらお金が余ったはず、国民に早く給付金を出してください。まさにその通りです。 GoTo やるのはもっと後でいいんですよ。給付金をまず出してね、国民の生活を支えること、それからじゃないですかね。おーちゃん、おーちゃん、このような動画いくら流しても給付金なんか出るわけない、あんな政府に期待しても無駄。そう思う方はね、ぜひね期待しないでください。私は期待というよりもね、要望を上げたくってこの動画やってますんでね、無駄かもしれませんけども、でもね無駄でもやっていきますんでね、そういう風なねバカなやつがいると思ってください。まさにね、こういうコメントを書くのが無駄ですよ、残念ながら。竹下さん、キャンペーン行きたくてもお金がありません。裕福なね、半分くらいの人たちですよ。うん、そうなんですよ。キャンペーンっていうのはね、やっぱりこう、楽しみたいっていう人もいるけども、どちらかというと、そこで働く人ね、ホテルとか観光業の方、この方の所得がなくなって、会社が潰れないようにするっていう側面もあるんで、確かにね、キャンペーンを利用して、あっちこっち旅行する人に、ちょっとこう、違和感を感じるのは確かなんですけども、なんとも言い難いですね。ちょっと難しいですね。助けられる命もここにあるのかなと思っちゃいますけども、どちらにしてもちょっとキャンペーンやる時期ではないですよね。山中さん、久保さんお疲れ様です。ハートマークありがとうございます。今回もハートマークつけさせてもらいます。これからもコメントよろしくお願いします。まちこさん、動画の熱意、前向きに絶えず人々のために考えてみる、ご隠居様の出番です。よし、政治家になった方が早く伝えられます。山太郎さんの姿は月姿勢にということですね。はい、なんとかね、私でも政治家ができるでしょうか。久保様、やんちゃな子供たちと戦って疲れすぎ。給付金は1回2回とかではなく、何回も現状を見て判断されること、政治の大切な仕事です。その通りですよね、待ったなしですよね。はい、岩田さん、お願いします、お願いします。はい、岩田さん、本当に給付金ください。仕事を失ってるんで何とかなりませんか。ぜひね、これは官邸の方にメールを上げてください。私がね菅総理だったら今日中に出しますよ。ということで、今回のコメントは以上かな。はい、皆さんのお怒りね、ごもっともなんですけども、私もね、なんとかして官邸にこの意向が伝わるようにと、YouTube に残させてもらいます。中にはこんなことやっても無駄っていう方がいますけども、こんなことですらね、数が集まれば無駄ではなくなる時が私はね、来ると思ってるんですよ。で、まさにね、人の足を引っ張る方が無駄だと思いますんで、私の動画よりもね、他のもっといい動画をたくさん見ていただくといいかなと思います。また来ていただいてもね、大歓迎ですけどね。それでは本日は以上です。ありがとうございました。はい、こんにちは。速稼塾の久保です。今日はね、さっきね、驚くべきニュースが入ってきましたよ。赤羽交通、国交大臣が今日の記者会見で、来年1月までとしている GoTo トラベルのこの期間をね、2月以降もさらに延長する考えを明らかにしたらしいんですよ。これもう一体ね、終わってるっていうか、ちょっとまともな頭ないんですかね、もう言葉悪いんですけども。で、赤羽国交大臣が言うには、地方の経済の状況を見ますと、GoTo を延長したいというふうに思っていますって言うんですけども、なんて言いますかね、経済の情報を見るんだったら GoTo とかなんとかやるんじゃなくて、直接お金配ってそれで終わりでいいじゃないですか。この感染が拡大して第3波なんじゃないかとかね、第1波緊急事態宣言の時よりも、これちょっと危ない状況になるんじゃないかなって言われてる時にですよ、人を積極的に動かすようなことをして、何やってるんだと思いますよね。これ本当にね、終わってるっていうか、なんというか、冬にかけて感染の拡大が懸念されていることについては、国民はそうしたことを懸命に判断しながら利用していると思うとしていますと、これ本気で思ってるとしたらね、全くね、状況が把握できてない。もう本当終わってますよね。つまり、この、今のね、与党ってのは、利権を守るためには、もう何人国民が死んでも構わない。どこの地域が崩壊しても構わない。病院がいくつ潰れても構わない。医療崩壊しても構わない。会社がいくら潰れても OK で、店がどんだけね閉店しても全然構わないし、まあ大手チェーンがね、電通でさえもですよ。
もう終わってるわけですよ、もう。社員の確保ができなくって。で、ブリヂストンすらも切り捨てるというね。こういうふうなね、ブリヂストンそういえばね、業績が69年ぶりぐらいに赤字になったらしいんですよ。あの長期安定企業ですら、長期安定株と言われてたブリヂストンですらね、こんな状況なんですよ。ちょっとね、余談を申し上げますけども、ブリヂストンってタイヤ作ってる会社じゃないですか。これはただ単にね、車が売れなくなったっていうのじゃなくて、その何ですか、鉱山とかを掘削する大きなブルドーザーとか、クレーンとかあるじゃないですか。あれにもね、タイヤとか使われてるわけなんですよ。あの特殊タイヤの、粗利が高いのに、あれが動かないから、あれが全然売れていかなくって、どん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 ね、粗利が削減されてるってことなんで、もうブリヂストンも危ないんじゃないかなってことなんですよ。で、その他ね、各地でいろんな会社とか、お店とかどんどん潰れて、失業率がもう今 7% 超えてるわけなんですよね。なんか名目上 3% みたいな報告してますけども、きちんと計算したら 7% 以上で、もしかしたらこれ 10% 今年中に行くんじゃないかみたいなね。だから学校がね、1個あって、クラスが30人ぐらいいるんですかね、40人でもいいや。4人のお父さんは失業ってことなんですよ。これやばくないですか？皆さんの地区でもね、10件家があったら1件はもう完全に収入源断たれて出勤してない人がいるみたいな計算ですよ。こういうふうに地域も疲弊して、みんなお金がなくて困っていて、お金がないから使うこともできなくて、いざ使おうと思ったら消費税 10%。もう全然いいことないですよね。で、まあ、本当に本気でね、マジで GoTo ヘルですよ、これは。GoTo ヘルキャンペーンがここで完成するんじゃないかなと。で、GoTo キャンペーン延長して何かいいことあるんですかね？さすがにね、もう国民がね、賢く使うっていうんだったら、もう使わないですよ、GoTo キャンペーンなんて、旅行するなんて考えないですよ。で、現に今ね、どんどんキャンセル起きてるわけですよ。で、せっかく GoTo キャンペーンで、いろんなところに利益を運ぼうと思っても、そのね、補助金とか突っ込もうと思っても、その先でもうね、旅行が行われなくなってきて、飲食使われなくなってくるんで、結局もうそれで終わりですよね。だから直接ダイレクトにお金を配ったら、それで終わるのに人も移動せずに、安全に、このね、感染症の対策に、しっかりとフォーカスできるのに、あるところではね、旅行して、ある時では感染対策して、あるところではもうね、病院搬送が間に合わなくなって、で、いろんなところでサプライチェーンとか、従業員さん出勤してくれてるわけじゃないですか。で、そういう人が万が一ね、病にかかったらどうしようみたいなこともあるわけですし、それ通常の病気とか怪我もあるわけじゃないですか。そしたら、指定の病院、いつも行ってる病院に行ったら、あ、ここはちょっとコロナ対策してるんで、ちょっと、まあ、受診できませんみたいなことで、たらい回しになるみたいなことも来て、とんでもないね、なんかね、世の中になりましたね。で、私はこれをね、第2の東京大空襲と呼ばせていただきます。もう敵はうちにありと言ってもいいですよ。日本という国はね、どこに敵がいるのか、もうね、国外ではなかったです。国内にいますね。その無能という敵ですね。バカな将軍、敵より怖いって言いますけど、まさに今回も、南方戦線でのね、愚かさ、平坦の恐ろしさをね、まざまざと身に染みるような感じでございます。75年以上前にね、太平洋戦争で戦った、大東亜戦争で戦った若き兵士たちは、こんな気持ちでね、多分戦場で孤独と憤りを感じていたのかなと思ったら、本当にね、身が迫る思いですよ。戦争は昔のことではなくて、もう現代にも起きてるなと。で、なんでね、第二の東京大空襲っていうか、というと東京アート発動してないじゃないですか。きちんと基準に合ってるはずですよ。今小池都知事何やってんだって形ですよね。これ山本太郎さんだったら国民全員や都民全員に10万円配ってね、おとなしくしましょう、ここはちょっと静かにしましょう、もう休業要請した店には100万配りますみたいなことね、やってくれてるはずなんですよ。そしたらね、安心して必要最小限のサプライチェーンとか、それから電車とかね、交通インフラとか最低限のとこ動かしながら、今じゃなくてもいい人はもう給料の確保もできてるし、生活費もあるから細々とやっていくみたいなことでね、頭を下げて小さくしてね、やっていけると思うんですよ。まさに防空壕ですよね。で、防空壕に入って、まあ、東京大空襲をやり過ごせなかったと思いますけども、今回の感染拡大は、きちんとね、家にいながら、身柄をね、確保できると思うんですよね、安全を。というところでね、なんと恐ろしいニュースがまた入ってきました。なんとね、家庭内感染が今ね、最高値だそうなんですよ。もうね、こうなったら、ステイホームすらできないというね、一体何をさせてるんだってことですよ。だから政府の対策とか指示が曖昧だから、結局国民が分断されたりとかね、各個人の判断で、で、国民は、なんか、あれでしょ？賢明に判断しながら利用してくれてると思うとか言うでしょ？いや、賢明じゃないからこうなってるんだってことなんですよ。で、私たちはね、それぞれ指示が出ればきちんと従いますけども、指示が出てんのか出てないのかわかんないようなね、感染が第3波とか第2波なんていつあったんですかっけみたいな感じですよね。第2波とは考えていないみたいな形で、第2波を認めないもんだから、その感染者がね、ダーッと増えても、結局は、
曖昧なまんま、今もう一回本格的に波が来た時に、これ第2波なの第3波なのみたいな感じになっちゃうと。で、あれでしょ、加藤官房長官は、何を第2波、第3波とするかはちょっとわかりませんが、とか言ってね、あんたが決めるんだろうって感じでしょ、これは。あんたが決めて、この数を上回ったら第2波と認定して、この数を上回ったら第3波と認定して、こういうふうな現象が起きたら、ね、緊急事態宣言出して、また国民に一律給付して、皆さんにね、我慢してもらうんだみたいなことをやんないといけないでしょ。国民がやることに、もうね、国民がやることでうまくいったら、いや政府の指示が良かったっていうふうに、またね、これ、安倍政権も独特のやり方ですよね。うまくいったら自分の功績、うまくいかなかったら国民が言うこと聞かなかった。で、加藤、官房長官は厚労大臣の時にこんなこと言ってましたよね。あ、自分の発言によって国民の皆様が誤解したみたいなね。自分はまともなこと言ったのに、国民のみんながね、バカだから言うことを聞かないみたいなこと、これまた言うわけですよ。うん、なんか3日間4日間自宅待機みたいなこと言ってましたけどね。もうとにかくね、すべてが曖昧で後付けで、もう分かってないんですね、一言で言うと。こういう人たちが国を動かす権利を持ってると思うと、ちょっと恐ろしいのと、なんて人たちをね、我々選んでしまったのだろうかってことなんですよ。まあ最後のチャンスが東京都知事選だったのかなと、やっぱ返す返す思いますよね。小池都知事なんて自分が目立ちたくて自分が儲けたいだけなんですよ。もうこうなったら言わせてもらいますけども。で、自分の身を挺してね、国民のために、都民のためにっていう人はもうね、これ、なんすか、最近山本太郎さんの話題ばっかり出しますけども、山本太郎さんにお願いした方が良かったんですよ、東京は。うん。で、この国すらそうですよ。うん、この国すら国民のためにね、粉骨再生してくれてる人に、もうかけた方が良かったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、山本太郎さんにね、好意的じゃない人にも、ちょっといると思いますけども、じゃあ山本太郎さんじゃなかったら、今の政権で良かったのかとかね、小池都知事で良かったのかって聞きたいですよ。やっぱ良くないでしょ、これじゃあ。うん。で、片方ではね、PCR 検査も全く進んでないんですよ。ある人の試算によると、PCR 検査を全国民にやろうと思ったら、3年半かかるそうですよ。3年半ですよ。もう死に耐えてますよ、その間に。で、PCR 検査の、速度が、それほどね、遅いのかっていうと、北京ではね、6月11日から7月14日のわずか1ヶ月で、1000万人以上に検査を受けさせてるわけですよ。ね。ということは、日本でもこのペースでやったら、あっという間に終わっちゃうわけなんですよ。本当に。だからそういうふうな対策も取らずに、っていうか、北京ではね、このぐらいの速度で PCR 検査が進んでる。ニューヨークでも、ものすごい速度で進んでるってことを、マスコミも報じないし、まあ日本がね、どれだけね、チンタラやってんのかってことをバレないようにバレないようにしてるんですけども、今はね、インターネットの時代ですからね、いくらでもわかるわけですよ。日本政府の故意に、こういうふうなね、検査を遅らしてる模様とかね。もう本当にね、終わってるとしか言いようがないというかね、GoTo キャンペーンそこまでやりたいかな、うん。で、GoTo キャンペーン仮に延長したとしても、もう使われないと思いますよ、こんなのは。危なっかしくって。で、今ね、旅行に行っても旅行先の、従業員さんも、毎日お客さんに移されるんじゃないか、自分がお客さんに移すんじゃないかとか思って、気が気でないですよね。で、お客さんにしても、万が一もう旅行に行ったにしてもね、行った先でもう萎縮しながら、マスクしながら、楽しいのかなと、記念写真撮ってもみんなマスクしてる姿でしょ。これはなんか旅行と言えるのかなと思いますよね。もっとね、なんか今は集中して感染を抑えて、で、なんか、ワクチンなり何なりができてからね、一定のレベルでね、安全が確保されたよと、収束宣言だよって言ったら、その後で GoTo キャンペーンとかボーンとやればいいんですよ。そしたらものすごく楽しくって、お店も流行るしね、いろんな会社も助かると思うんですよ。だからその再開時まで、V 字回復の時までに、そのポイントまでに、今はもう現金給付をどんどんね、国債吸って発動しといて、それこそね、100兆でも200兆でもすればいいんですよ。そんなの、日本経済びくともしないわけですから。で、国債が返しきれなくなったら、別にお金すればいいわけでしょ。麻生財務大臣も言ってるし、財務省も、もう自分の国の、円を自分の国で吸ってるわけだから、通貨発行権があるわけだから、足りない部分は自分ですればいいって言ってるわけなんですよ。だからそういうふうなね、ことをもうバレてるのに、なんかいろんなね、くだらない事情をつけて、まあ、無料しようとしていると。で、本当にね、その利権で儲けようと思うんだったら、その利権の、その予算をもう国債でもう賄ってください。もう余計なことせずにね。で、人を動かして仕事をさもやったかのように装ってお金を取るなんてことね、しなくてももうね、バレてますから。わかってるんでね、権力者の皆さん。もう利権が欲しかったら、自分たちの給料勝手に上げればいいじゃないですか。でもね、それと同時に、やっぱ国民にもきちんとね、お金を配って、不正は分かってますから、不正には目をつぶるんで、国民にはちゃんとお金払、配ってね。で、国民にも不満がないぐらい、そういうふうな甘い汁を吸わせていただいてね、それこそね、みんなに忖度してくれれば別に問題ないわけですよ。国民にはね、全然お金を配らずに、自分たちだけ甘い蜜を吸って、しかも国民からは税金をどんどん取り上げるわけでしょ。それはね、消費活動できないんですよ。これからものすごい恐ろしい数の失業者出ますよ。スカイラークにしてもね、洋服のアワビにしても、どれだけの人がね、これから職を失う恐怖に打ち震えていくのか。それは怖くてお金使えなくなりますよ。
だってね、自分が失業した後、貯金で食っていくしかないわけでしょ。で、転職先があるかって言ったら別にないわけじゃないですか。で、起業しようと思っても、起業すらね、今まともにできない状態ですよね。こうなってくると、もうね、ガチガチの財布になりますよ、これは。でも、唯一ガチガチの財布を緩めようと思ったら、金を配ることなんですよ。それこそ毎月ね、10万とか、20万とかを、全国民に配って、そしてね、経済を維持すればいいんですよ。物がちゃんと売れる、人は流通する、まあ通販もちゃんとね、賄われて、仕事はちゃんとあるみたいな状態にして。で、すべての問題片付いたら、ある一定のレベルでね、皆さんのコロナウイルスに対する恐怖が収まったら、その時はね、GoTo キャンペーンだろうが何だろうがやればいいと思うんですよ。それこそね、後の世代に付き合いは回らないですって。このまんま多くの会社が潰れたり、多くの事業ができなくなったり、店が潰れたりとかね、あとはね、政府に対する信頼がこれ以上毀損されると、将来世代は大付けですよ。だからね、危ない時には国は助けてくれるんだっていうふうなことをしたりね、危ない時にはちゃんと現金給付が行われて、現金の配給が行われるんだってことが分かれば、やっぱり国に対する信頼っていうのはまたね、戻りますし、将来世代にまさにね、付けが残らないってことになると思うんですよ。で、ついでに森友問題もそろそろね、決着つけてほしいなっていうのが私のね、思いですよね。相変わらず、安倍総理はなんか、どっかの会長かなんかに就任して、ノーノーとやってるみたいですけども、安倍総理本当に日本のこと考えてくれてたんですかね。功績はあるにしても、あまりにもね、汚点が多すぎるなと思ってますね、私はね。ということで、今回は GoTo ヘルキャンペーンについてちょっとお話してみました。赤羽国交省大臣ね、あの顔をさらしてこんなこと言ってて恥ずかしくないんですかね。ご家族はどう思われてるんでしょうか。ほんとそこまで来ちゃいますよ。まあさすが上級国民と言わざるを得ないかなと思います。ね、早くね、みんなでこう考え改めてね、まあアルマゲドンでも来てもらいたいなと思いますね、これはね。皆さんね、本当に、怒りが収まらないところだと思いますけども、私も怒りが収まらないんで、このような放送をさせていただきました。それでは、また会いましょう。